アレクサンダー・マレー・オブ・エリバンク、アランダム・ゼー作、1742年。アレクサンダー・マレー・オブ・エリバンクは、第4代、エリバンク卿、アレクサンダー・マレーとエリザベス・スターリングの4男、第5代、エリバンク卿、パトリック・マレーの弟。ホレス・ウォル・ポールによると、アレクサンダー・マレーとその兄弟たちは、活動的なジャコバイトで、もし戦勝者が成功していたら、 多くの証人が彼らの熱狂さを証明できるだろう。一方で慎重であり、政府は実際に反逆となる行為を証明できる証人を見つけられないという。1737年8月11日、第26キャメロニアン不評連隊に入隊、後に注意に昇進した。政略結婚により、毎年3000ポンドの収入を得て、チャールズ・エドワード・スチュワートが、 資金不足に陥った時に、氷で数百ポンドを貸すことができた。またこれによりチャールズの信任を得た。しかし、エリバンクは1745年ジャコバイト放棄には参加しなかった。1751年1月の補欠選挙において、バレーは野党の候補、第2代順弾シャクサージョージバンデプットを支持したが、彼は選挙活動中に、 犬を叩き落とす勇気のある者はいないのかと、案に集団暴動を煽動する発言を叫んだと、される。2月、マレーは、その発言を理由に、庶民院に関門され、ニューゲート監獄に投獄された。庶民院で、判決宣告を受けるときにひざまずくよう命じられたが、マレーは、私は神にしかひざまずかないとして拒否したという。これにより、 庶民院への侮辱罪で2ヶ月間、ニューゲート監獄に投獄され、4月27日に、再び庶民院で裁判を受けた時も釈放を拒否されたため、5月に人身保護令状を求めようとしたが、それも拒否され、やがて議会の定会により6月25日に釈放された。マレーは釈放されると、すぐに馬車でコベントガーデンのヘンリエッタストリートに連れて行かれ、そこで、 マレーと自由という幕を持った群衆によって歓迎された。1751年から1752年にかけて、マレーは後にエリバンク陰謀事件と呼ばれるジャコバイト陰謀に関与した。計画では1752年11月10日に国王ジョージにセイラ王家を拉致して、テムズ川神のボートでフランス王国に連行する予定であり、具体的には、 セントジェームズ宮殿の保証システムを調べ上げた上で、200から300人が11月10日の夜に、ウェストミンスターの指定地点に集まり、宮殿を奪取して、ロンドン島のゲートを開いて、主営を倒して、王家をフランスに連行する、というものだった。マレーはさらに王家を独殺するよう進言したが、チャールズはそれを拒否した。しかし、計画の参加者が成功を悲観しした結果、 マレーは計画の延期を宣言、パリでチャールズにそれを知らせた。以降の20年間国外追放されたままで過ごし、1771年4月に帰国を許された。1759年、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートにより、ウェストミンスター伯爵に除された。1777年、未婚のままバッキンガムシャーのタップローで死去した。ありがとうございます。